ジェニー・ベヘマーは、フィンランド・ロホヤ市出身の元女性フィギュアスケート選手。2007年フィンランディア敗優勝。フィンランド語本来の発音では、イェニバ・ハマーに近いが、日本では、ジェニー・ベヘマーと表記されることが多い。ロホヤ市に生まれ、4歳頃からスケートを始める。2005年フィンランド選手権、ノービスクラスで3位。 翌2006から2007シーズンからジュニアに移行すると、JGP バルトハイでは19位に終わるが、ノルディクスジュニアクラスで優勝を果たす。2006から2007シーズン、フィンランド選手権、ジュニアクラスで優勝。2度目の出場となった世界ジュニア選手権では4位、入賞。2007から2008シーズン、シニアクラスのフィンランディアハイに出場し優勝。 ジュニアグランプリでは1戦目の JGP ウィーン杯で3位、JGP クロアチア杯では2位となり、初めて JGP ファイナルへの出場権を得た。JGP ファイナルでは制裁をかきこ位に終わった。世界ジュニア選手権では前年に続き4位。2009から2010は怪我のため競技会への出場を見合わせ、同シーズンをもって引退することを発表した。ありがとうございます。